ございます。今日は11月の29日ですね。今1時なんですけど、最近ちょっとお昼過ぎからのVlogが多いんだけど、無事にアリゾナに帰ってきました。本当に長かったね。1ヶ月ぐらいなかったので、この家に引っ越してきてから初めてそんなにね長期でいなかったので、もうね、もう家が恋しすぎて帰ってこれて本当なんかホッとしてます。ということで、今日は日本で買ってきたものを昨日いろいろ出して、片す前にちょっと皆さんに紹介しようと思って、日本で買ってきたのと、あとちょっとおまけもあるので、いっぱいあるからあんまりなんかじっくりは紹介できないんだけど、ちょっと紹介していこうと思います。じゃあまず最初に言ってた奄美大島で買ってきたもので、T シャツとかも買ったんだけど、ちょっともうしまっちゃったっていうか、今洗っちゃってるのでお見せできないんで、まあ着た時に多分見えると思うから、奄美って書いてあると思うから、その時に見せようと思うんですけど、食べ物系で私もずく大好きなのね。でもずく買ってきました。奄美の干しもずくってやつ。これはなんか増えるわかめちゃんみたいな感じでわーって膨らむらしいので2つ買ってきました。で黒糖焼酎のね、飲み比べのなんかやつを買ってきました。でこれ先生の親戚にあげようかなと思ったんだけど、先生が飲みたいっていうので、じゃあしょうがないから取っておこうと思って、これとあと有名な、一番有名なのかな、里のあけぼのってやつと、あと六丁ってやつを2つ追加で買いました。だから全部で7個、全部同じサイズなんだけど、このぐらいのサイズが入ってるんだけど、まあ、私あんまり焼酎は飲まないタイプだけど、まあ味見してみようかなと思ってるんで、これもまあゆっくり2人で飲もうと思います。あとはね、ステッカーで、ステッカーはこんな感じの英語で書いてある奄美ジャパンって書いてあるやつを買いました。これスーツケース、ちっちゃいスーツケースにいっぱいステッカー貼ってるから、そこに貼ろうと思って買いました。とりあえず奄美のものはまあそれぐらいかな。あとはまあ T シャツとかだったような気がする。ちょっとねもうね、しまっちゃったのもあるのであんま全部お見せしてないんですけど、次はニトリですね。ニトリはいつも必ず帰ったら行くんだけど、今回はクッションカバーを買ってきました。このね、ジャンボクッションって大きいクッションあるじゃん、あれのカバーで、このね、ちょっと見にくいけどモコモコのふわふわのやつを2つ、これなんか冬にいいかなと思って、お母さんこれいいじゃんって言ってたので買いました。これ700円ぐらいだったかな、もうちょっと高かったかな、覚えてないけど、そう、可愛かったんで買ってました。と、あとね、これめっちゃ可愛いんだけど、クッションカバーなんだけど、じゃん、デニムのクッションカバー、これめっちゃ可愛くない？やばーと思って、重いけど、重かったけど、これも900円ぐらいだったかな、重かったけど、もうこれは絶対買うと思って、最初1個買おうと思ったんだけど、いや絶対多分2個欲しくなるよなと思って、これ2つにさ、まあ今はまだお姉ちゃんたち のソファ使ってるから、うちらのソファーがを買ったらまあ使うかなって感じだから、まだすぐには使わないと思うんだけど、これにさ、なんかガラガラの、まあなんか例えばこういうのでもいいけど、めっちゃ合うじゃんと思って、シンプルだから何でも合うなと思って2つ買いました。これもだからその900円ぐらいかな、1000円しないぐらいだったと思います。はい、それぐらいかな。今回ニトリすごい少ないんだけど、あんまりいいのがなくて、てか時間もなかったのでそんなにいっぱい買わなかったんですけど、100均で結構買ってきたものがあるので、まあ、結構つっても全然少ない方かもしれない、どうだろう結構多いかもしれないけど、まずはまあさっきのにちょっと関連してもう一個クッションカバーを買ってきました。これ150円だったんだけど、四角いねクッションカバーで、なんかちょっと朝っぽい若干和風な感じのデザインだったので、すごい可愛いと思って、これとこれも合うし、なんかこういうのとこういうのでも合うからいいなと思って買いました。これ150円ですね。でどんどんいきますね、いっぱいあるので。あとスポンジ、サボテン型のスポンジ可愛かったね。これもダイソーかな。ちなみに多分ダイソーとキャンドゥとセリアと全部行ったのでごちゃ混ぜになってると思うけど、スポンジもこの食パンキッチンスポンジ、ちょっと見にくいねっていうのを買いました。こういうのかわいいなと思って、こういうのアメリカで売ってないので100円で買えるなら買ってちゃおうと思って、スポンジとか軽いからね、かさばるけど軽いので。あとダイソーでね、造花のやつだ、これもまた買いました。これはまあ別にこっちでも売ってるんだけど、もう100円で買えるしいいやと思って買ってちゃおうと思って1個買いました。なんかね、可愛いのがあって、
じゃん。なんか歯ブラシスタンドで、歯ブラシ結構太いのだと入らないかもしれないけど、まあバスルームに置いといたら可愛いかなと思ったんで買いました。あとこれなんだっけ、唐草模様の手ぬぐい、何に使うか分かんないけど唐草はアメリカ売ってないから買いました。あと、あ、そうだ、奄美のやつ、あとね、もうちょっとあったわ。奄美といえば鶏飯有名なんですけど、奄美大島鶏飯ね、こういう鶏飯って書いて鶏飯って言うんだけど、これのフリーズドライのタイプ、これ多分ご飯にかけてスープになるってやつなのかな。具もちょっと入ってるっぽいんだけど、これをね、2つと、あともう2つ買ったんだけど、多分あとで出てくると思うけど、あとこれなんか昔ね、こういうの持ってて、なんか懐かしいと思って買っちゃったんだけど、ミッキーのタッパー可愛くない？なんかフルーツとか入れて、野球場とか行くときにフルーツとか入れて持ち運べるなと思ったんで買いました。ここにね、ご飯とか入れて、おかずとフルーツみたいな、なんか昔そんなのやってた気がして、持ってた気がして、すごい懐かしくて買っちゃいました。あとダイソーでまたこれ買ってきました。この間買ったちっちゃいやつはキャンドゥだったかセリアかだった、セリアかなで買ったんだけど、ダイソーで大きいの売ってたので、この色がねあんま好きじゃないから、ちょっと黒に塗り替えようとは思ってるんだけど、まあ2つこうやって下げて使おうかなと思ってます。どこに使うかまだ決めてないから、まあ後々って感じですね。どんどんいきますね。あともちくんのおもちゃ系がいっぱいまあいっぱいでもない、3つぐらいかな。あんまり今回は買ってないので、いつもはもっと買う時もあるんだけど、あとこういうなんか造花みたいなの買い方で買っちゃいました。これはなんかこの中に入れたら可愛いかなと思って、こんな感じで下げようかなと思って買いました。あと木のスプーン、カレースプーンって書いて、これもセリアかだったかなで買いました。ちょっとねパッケージ全部取っちゃってるんだけど、重いものはなるべく排除しようと思って、重さに制限があるからねあとダイソーでパフスポンジ専用洗剤、なんかブラシの洗剤があったような気がしたんで、新しく出たような気がしたんだけど、私が行ったところではなくて、なんかまあこれしかなかったか、まあこれでも全然使えるしと思ってこれ2つ買いました。ぐでたまの菜箸、私結構ぐでたま好きで、可愛いよねぐでたまね。なんでこういう菜箸とかも可愛いのって、アメリカこういうのだと多分菜箸ってまず売ってないし、キャラクターものだとすごい高いので、まあ輸入品になるから高くなるので、まあ、100円で買えるんだったら買ってこうと思って、菜箸はね絶対料理で使うので買ってきました。もちくんの、もちくんのっていうか柴犬のカーステッカーが可愛いのがあったんで買ってみました。あとこれ、これめっちゃ便利だなと思ったんだけど、キャベツの千切りするときに使えるピーラーっていうの、千切りできるピーラーみたいなやつ、まあちょっと使ったことないからどんな感じか分かんないけど、千切り、キャベツの千切り大好きなので、うん、買ってみました。あとまだまだいっぱいあるんですけど、あとこのね鍋キューブ、野菜だし鍋と鶏だし旨塩、こういうのとかはアメリカで売ってると思うんだけど、これは乾燥系で軽いのでお母さんが持っていけばつって買ってくれたんで2つ持ってきました。あとはねこれはすっごい面白いんだけど、じゃん、何だと思いますかこれ、トイレットカバーのホルダーなんだけど、アメリカってこういうのじゃないのね、これすごい日本のものなのかわかんないんだけど、アメリカのトイレットホルダーってなんかこういうの売ってなくて、なんでかってこれを使いたかったの、このトイレットカバー、何するのこれ、トイレットホルダーカバー、ほらこれもニトリで買ったんだけど、このトイレットカバーホルダーがすごい使いたくて、この下にさこうやってつけてさ、トイレットペーパーここに下げられるやつ、それがすごいしたくて、ちょっと試しに買ってみようと思って、1個500円ぐらいだったから、そう900円ぐらいかな、1個900円ぐらいだったんで、ちょっと試しに買ってみようと思って、まあ、そんなに大きくないから買ってみようと思って買いました。でトイレットペーパーホルダーが1個でしょ、あとこれね100円ぐらいで買えたので、近くのねなんかお店で売ってたんで、これも可愛いなって、しかもねメイドインジャパンって書いてある、本当かどうかわかんないけどメイドインジャパンって書いてあるから可愛いと思って
買いました。はい、あとこのバッグに入ってるのはこのお茶がすっごい美味しくて、うちあの生協入ってないんだけど、うちのおばさんが生協入ってて、それで多分取ってくれてるんだけど、今回も帰るからつってお母さん頼んでてくれて、おばさんにねでいただきます。これすんごい美味しいの、この丸ごと三角茶。緑茶苦手な人だとあんまりなんか、うん、特にって感じかもしれないけど、緑茶好きな人だったらすっごいねこれね美味しくて、お水にすぐ溶けてすぐ出るのね。本当にもう三角になってるんだけど、もうポンって入れたらすぐじわーって緑茶が出てくるのでこれおすすめなんで、また2つもらってきました。あとはまた100均に戻るんだけど、これは確かキャンドゥだったかな。これ可愛くない？あのサボテンの形のオーナメント、オーナメントっていうかなんか木のただの下げるやつなんだけど、可愛いなと思ってどっかに下げようかなと思って買いました。木のやつだからまあ軽いし、ね、見てぐでたまの、あとジップロック、これはおやつとか入れてカバンに入れとけるし、もしくはおやつとかもカバンに入れておけるし、それこそそのさっきも言った野球見に行く時とかもちょっとフルーツとか入れて持ってあるけど、ね、まあ、ぐでたまの可愛いと思う。しかも冷凍もできるらしい、電子レンジもできるっぽい。すごいね、10枚入りだからすぐなくなっちゃいそうだけど。あとはじゃん、可愛い柴田さんの柴田シリーズのサンダルじゃなくて、これなんだっけ、スリッパがね、安売りになってて500円ぐらいで売ってたの。ここ698円だからなんだけど、多分元ねもっと高くて1000円以上すると思うんだけど、それが500円ぐらいで買えたの、売ってたので買っちゃいました。スリッパとか別に履かないんだけど、500円だったら買って帰ると思ってこれちなみにね、このシリーズいっぱい持ってて、今回もまたなんかでっかいラグみたいなの買ってきたんだけど、まあ、それちょっと今もしくは使ってるからもう敷いちゃってるんだけど、まあ同じデザインのやつで、でっかいなんかブランケットラグみたいなやつも買ってきたんですけど、はい、安く買えたんでよかったです。あとねこれもそうだ、島村で買ってきたの、もちしばだっけ、じゃあしば丸なんちゃら。本当はこれの座布団が欲しかったんだけど、聞いたらもうどこのお店でも売ってないって言われて、すごいもうもっちもちなのこれ、超気持ちくて、もちさんも結構好きで遊んでくれてるんで、なんか枕にねすごいちょうど、お昼の枕にちょうどいいので、本当は手入れるアームウォーマーなんだけど、こうやってね可愛いので今ここに置いてます。次洋華堂でね、もう売ってました、ね、じゃん正月飾り買ってきました。クリスマスの飾りまだ買いに行ってないから、それはこっちで買えるなと思ったんだけど、正月飾りはさすがにアメリカも日系マートもしかしたら売ってるかもしれないけど、結構割高になるので、まあこれもまあ軽いし、遊ばるけど軽いし買っていこうと思って、はい、買いました。これは700円ぐらいだったかな、798円ですね。まあそんなに高いものでもないけど、玄関に飾ろうかなと思って買いました。あと来年は犬年だからね、柴犬の、あ、超見にくいね、柴犬のね、太陽かじゃん、なんだっけこれ、鏡餅が売ってたんですよ、だからこれもまた買ってきちゃいました。まあ犬年だからね、いっぱい犬のものが売ってたんだけど、あとはおせちも今年作ろうかなと思ってるので、一応おせち用の飾り、もうこれ100円だったから買ってきました。この辺はまあ正月なんでまだまだ使わないけど、あと1ヶ月以上は使わないけど、まあいろいろこうやって見たら結構意外といろいろ買ってたなって感じだけどはい、以上が購入品です。今宅急便が来て、見てこれをね、ブラックフライデーのセールで頼んだんだけど、うちらドアハンドル、新しいドアハンドルにしたんだけど、っていうのもなんかね、キーパッドがついてるやつにしたのね。結構ね安く買えて、2万しないぐらいで買えたんだけど、なんかやっぱ家にしたからセキュリティの面でも、普通のドアハンドルよりそういうキーパッドがついてる方がセキュリティ的にもいいので、なんかね Wi-Fi のやつを後で取り付けて、閉め忘れたら携帯で外からこうできるみたいなやつも、なんかそれもまた別売で買うのか買ったのか分かんないんだけど
らしいんだけど、これはね書いてないな。でもでもなんかキーパッドでロックできるタイプのやつだから、まあなんか友達とかがもしね突然うちらがいない間に来て止めてって時でも、鍵持ってなくてもほらキーパッドあれば入れるじゃん。だからいいかなと思って、うん、こんな感じ、ちょっとモダンな日本風な感じのにしてみました。こっちがキーパッドらしい。こんな感じでキーパッドになってるから、まあ、今開けないけど、あ、これだね、ここがなってるんだ。先生が後で変えてくれるらしいので。ちなみにね、今のやつは普通にシンプルにこういうタイプ、まあ可愛いんだけど、鍵も昔の、前のオーナーさんからの引き継ぎだから、まあ、それもねセキュリティ的にあんまりよく、まあ、前のオーナーさんも知ってるからさ、会ったこともあるし、どこに住んでる、今どこに住んでるかも知ってるから、まあ、知り合いとかじゃなかったんだけど、まあ、家バイバイする時とかに、コンタクト取って、で何回も会ってるし、何回も話したことあるから、まあ、別に平気なんだけど、一応ねそのセキュリティ面的にも心配なので、そう、まあこれをね後で変える予定なので、先生が変えてくれるらしいので楽しみですね。ちなみに先生が今鍵を交換しています。なんかね今キーパッド取り付けたんだけど、取り付けてるんだけど、前のやつの形でここにねこうペイント塗ってるから白いところが出てきちゃってて塗り替えないといけないけど、こっちもねまあ四角だから大丈夫だと思うけど、この下がね白いままなんですよね。付け終わりました。まだ上だけだから下の取っ手の部分はまだ付けてないけど、すごーい。まだね何もセッティングしてないから何もなってないけど、これから先生はセッティングしてくれるみたいなので、かっこいいね。よ、おーすごい。そんななんか簡単にできるもんなんだね。結構15分ぐらいでできちゃった感じなんで、すごい。ちょっとこれからセッティングします。できました。ちょっとパスワードを入れてるところはできないけど、鍵を閉めるのはここ押すだけで、鍵閉まるの超かっこいいよね。で開けるときはここ押してコード入れると開くみたいな。でこっちはまだ変えてないから、で普通の鍵でも開くんだけどね、いい感じ。さあということで、これもお別れの時が来ましたね。さすがにもう12月になるので、ね、でもこれ生のさパンプキンなんだけど結構そのままいけてる。なんかもっと腐ってるかなと思ったけど、なんかそのままいける。さすがに来年までは無理だからこれはちょっと捨てちゃうけど、かわいいね。ちゃんと生きててくれましたね。入れなかった。あとはまあこれとかは取っておくけど、これはちょっとねボロボロだし、なんかスポンジみたいになってるから全部抜いて、これとこのなんていうのこのヘイの草のやつと、これだけは今年でバイバイさせていただいて、あとは来年に使えるの、まあ来年同じのにするか分かんないけど、まあ取っておいて再来年でもいいし、またその次でもいいし、まあ、気分が変わってねこう変えたくなるので全部一応取っておこうと思ってます。結構可愛いよねこれ。普通にこのままでも可愛いなと思うので、まあ夏っぽい色じゃないからちょっと焦ってるから、まあ春先これだけ出しても可愛いかなと思って、これがあるとちょっと秋っぽくなるけど、これだけだったらね結構可愛いかなとは思うけど、まあとりあえずはしまって、また来年ということでね、クリスマスのデコレーションもちょっとしたいなと思ってるので、まあそれは買い物に行かないといけないからね、それは買いに行くけど、もうすごい、もう大変なことになりそうだな。トレイだけになりました。でもこのトレイ結構でかいから幅取ってて、どこに置こうかしかもちょっとねまだねクズが残ってるけど、ちょっとね掃除機かけないといけないけど、とりあえずここでいいかな。今日の夕飯は先生がサンドイッチ買ってきてくれました。めっちゃでかくない？サブウェイだと多分大体これぐらいだから、6インチぐらいだからちょっと大きいぐらいですね。ツナにしたんで、先生は何かな、なんだかわかんないけど、ともちくんのねご飯もできたんで一緒に食べようと思います。いただきます。ご飯も食べたので今日はこれからちょっと
お風呂に入ろうかなと思って、日本でバブを買ってきたのね。買ってきたというか家にあったやつをもらってきたんだけど、ちょっとだけで、なんか和風の香りね、みたいなやつ、スミレとか桜とかそっち系の香りなんでいいかなと思って。そんなに寒くないんだけど外はね。なんかね、腰を今日痛めちゃって、右側の腰がねちょっとなんかぎっくり腰みたいな感じで、物取るときうってなるからちょっとゆっくりお風呂でも入りながら体をほぐそうかなと思います。ということで今日のビルをこの辺で終わりにしようと思います。また明日のビルでお会いしましょう。バイバイ。